はい、じゃあ髪のツヤを2週間保つプラチナトリートメント1回目やります。1回したことでもないんだ。そう。じゃあ泊まったのはどこ泊まったっつく？あのね、名古屋の方。戻ったんだ。うん。でもそうだよな。そうしなきゃ。すごいさ、外人さんばっかりさね。だからもうこのなんか渋谷とかどっかで何かなんとかポリスっていう人がさ、いろいろ喋ってんの同じでね。まあ、こう言って向こうで日本語となんとか語って7、8個語ぐらいポリスの人が喋ったんさ。そうなんだ、うん、で最後にみんなですごいこんだけ喋ったもんだからみんなで拍手したけどあ、なるほどね、うん、すごかったよこれは。これはすごいな、ね、このお祭り会場はすごい広いところで、はい、人はいっぱいいたよね、うん、外人さんが半分でまで結構いた、はい、どこ行っても外人さんばっかりだよね、うん、先月の末はね、東京友達と一緒にね、はい、トリセンの旅行で行ってきたんさ、はい、そん時は浅草行ったんか、その時も外人さんがすごかった、まあ、どこでもすごいよね、ね、どこでもすごい、ね、うん。